ケプラー9はこと座の方向にある太陽に似た恒星である。ケプラーによる観測によってトランジット法を用いて複数の惑星からなる惑星系が存在することが確認された。ケプラー9は NASA が主導した太陽系外惑星探査のケプラー計画から名付けられた。2010年6月、ケプラーの本格運用開始後43日間で得た。 データから700を超える数の精査すべき系外惑星候補が提示された。その中に複数の惑星がトランジットしている可能性がある構成が5つ含まれており、その一つがケプラー9であった。ケプラーの観測で惑星が存在する可能性を示すシグナルが検出されたことから、ケプラーの重点観測対象、ケプラーオブジェクツオブインタレストの一つとして、 恋マイナス377という名称が与えられた。2010年8月26日に恋マイナス377に3つの惑星が見つかったことが発表された。これによってすでにケプラーによって惑星が発見されていたケプラー8に続きケプラー9と命名された。ケプラー9に複数の惑星があることは 惑星がトランジットを起こす周期が著しく変動することから確認された。ケプラー9はトランジット法で一度に複数の惑星を発見した最初の例となり各惑星がトランジットを起こすタイミングの変化を用いて惑星の質量も計算できた最初の例ともなった。ケプラー9は地球からおよそ2120光年の距離にある。ケプラー9の質量は 太陽の1.07倍、半径は太陽の1.02倍で太陽とほぼ同じ大きさの構成である。表面温度は5777系でこれも太陽とほぼ同じであり、金属量は太陽より3割程度多い。年齢は太陽よりも若く、およそ10億年と推定される。ケプラー9の 惑星トランジットによる高度曲線ケプラー9の周りを交点する3つの境外惑星はケプラー9ビット、ケプラー 9C、ケプラー 9D と名付けられた。母星から遠い方の2つの惑星ケプラー9ビットとケプラー 9C はそれぞれ木星の25%及び17%の質量を持ち密度の低いガス惑星である。直径はどちらも 木星の80%程度である。密度はどちらも水よりも小さく、その点では土星に似ている。最も内側の軌道を回る惑星ケプラー QD は、直径が地球の1.64倍のスーパーアースで、光天周期は1.592851日である。ケプラー QD の発見が誤りである確率は、ケプラーの実績から統計的に見積もって、 悲観的に考えても0.06%であり、存在はほぼ確実と見られる。内側2つの惑星、ケプラー 9D とケプラー9ビットの光転周期の日は1時12分である。一方、外側2つの惑星ケプラー9ビットとケプラー 9C の光転周期の日は1、2で、これらは軌道共鳴していると見られている。 軌道共鳴している惑星がトランジット法で発見されたのはケプラー9ビットとケプラー9 c の組が初めてである。この軌道共鳴は2つの惑星の交点速度を変化させ、その結果トランジットが起こる時間も変化する。1回交点するごとにケプラー9ビットのトランジットの周期は4分、長くケプラー9 c のトランジットの周期は39分。 短くなっている。通常、トランジット法では、惑星の質量は推定できないが、この場合は、光転軌道の変化から、力学モデルを使って質量が推定された。後に、ケックアイ望遠鏡のハイアーズを使って、ドップラー分光法により精密に質量が、推定された。ケプラー9ビットと QC の軌道は、かつてはもっと、ケプラー9から遠く、 接線よりも外側に位置していたが、残存していた原始惑星系円盤との相互作用によって内側に移動したと考えられている。その過程で軌道共鳴に捕獲されたと見られる。ありがとうございます。